2022年7月31日から8月4日石垣島に夏のバカンスとして行ってきました。この日は花火の打ち上げもホテルからは見えました。私はもちろんダイビングに行きましたが、クララウィークの今日は満月、新月の大潮周りではないので、マンタ自身はそんなにたくさん寝ませんでしたが、いろんな魚を撮影しました。そして久しぶりですがカビラの方に行ってマンタも撮影してきました。よかったら見てください。今映ってるこのマンタはすごく綺麗なマンタでした。これは西表島の少し南にあたるところの野原曽根というポイントのマンタです。深さは30メーターぐらいかな。その上で泳いでおりました。よかったら見てください。ダイビング佐伯です。
Thank you.
you
ー。